不要不急ではない仕事で大阪東横インに泊まっております。昨日ここからちょっと愚痴を、このチャンネルにアップしておりましたが、いやいや失礼いたしました。で、朝朝食無料サービス行ってまいりましたら、コロナなだしどうなってるのかなと思うと、おにぎりかと思っていてたら、カレーなんですね。で、お兄さんがよそってくれてます。なんか個人でやるとやっぱ感染のあれなのか、お兄さんが作ってくれるんですね。後でほんで、おかわりに行ったら、自分でやったんですけども、一個一個消毒してたんですよね。おかわりするされるたんびに、消毒されてました。で、謎のなんか物体も、取りつつ、麦茶だったかな、麦茶、熱い麦茶入れて、なんかリンゴ酢、これ酢なの、リンゴ酢の薄めたやつみたいですね。まあ、これも一応なんかわからんけど取っときます。はい、これで朝ごはんが出来上がりました。結構ゴージャスというか炭水化物のオンパレードです。で、人少なかったですね。いつも満杯ですよね、これね。コロナなので僕以外一人でした。結構あの朝ごはんの時間だったんですけども、リンゴ酢うまい、リンゴ酢美味しいです。で、このカレーなんか見てるとね、肉の入り方とか見てるとどうもレトルトっぽいんですけれども、あの業務用のあの、レトルトじゃないでしょうかね、ごっついやつね、おそらく。でもこれ美味しいんですよね、こういうの好きなんですよ、こういうのも。昨日はね、なんかもう本格的なスパイスカレーだったんですけど、もうこれならもう毎日、食べても大丈夫な、やつでございます。喫茶店とかで出てくるぐらいの感じじゃないでしょうかね。いやー、カレー大好きでございます。で、ポテトサラダ、普通に美味しいポテトサラダです。結構量あるんですよね、これね。で、さっきの謎の物体は焼きそばでした。焼きそばかい、炭水化物オン炭水化物でございます。で、冷たかったのでチンしてやりました。チンをいたしまして、持って帰りますと熱いとうまいですね、やっぱり。あった、やっぱり電子レンジ素晴らしい。で、さらにカレーの経緯にいたしまして、カレーかけたらさらにうまい。まあ、初めからカレーかけといたことだった、ポテトにも、カレーです。もう全部カレーの味なんですけど、もうなんか食感がちゃうだけで全部同じ味っていうね。いや、でもなんかあの、本当にやっぱり人少なくてですね、あの感染対策すごいやられてるのが分かりました。ちょっと泊まるのも不安やったんですけどね、まあ、これだけ対策されてたら電車で京都を往復するよりは全然こっちの方がいいかなと思いましたが、チャンネル登録はこちらでよろしくお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。